おはようございます塚原農園です今日はキュウリの畑に来ております今日はキュウリのベト病についてご紹介をしていきたいと思いますこのキュウリはタちキュウリといって上に伸ばせて栽培をしているものなんですけれども1,2,3,4,5,6,7本苗を植え付けて栽培をしております手前の葉っぱは綺麗ですね奥の方を見ていきましょう はい奥の方に来ましたこちらの方ちょうど私のおへそのぐらいの高さの葉っぱなんですが拡大してみますんなんだか色が抜けてますねそしてこの縁をご覧ください茶色っぽくなっているのがわかりますかちょうどここですこれがベト病ですこれはベト病がここの端から入り込んだ初期の症状 そして中に葉っぱに染み込んで今色がだんだんと抜けていってベト病菌がこの葉っぱの中でどんどん今広がっている状況ですそしてもう少し下を見ていきましょうはいこれが私の膝下に位置している葉っぱのキュウリですねはいここらちょっとひどいですね全体的に色がなんだかうん 苦欠乏症に似ているかと思うんですけれどもここをご覧くださいこのキュウリの葉っぱの葉脈というものがこう四角くなんとなく四角っぽいように区切られているのが分かりますかで特にここ真四角ですね、まあ、これも四角っぽい感じこのように黄色くオオカ オオカーといえば黄色っぽくなってしまうこと、オオカーと言うんですけれども、このようになってしまうものはベト病になります。これがベト病の特徴です。最初はこんな感じで縁だけが枯れるんですけれども、進行していくとだん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 とこのように広がってきます。出方もいろいろあるんですね。これは苗を植え付けをして、 で追肥などをしながらでキュウリも収穫をしておりますそうすると運悪くこの中にカビの胞子などでベト病の菌が入り込んでこの葉っぱに付着して傷がついたところなどがあるとそこをから感染するんですねでこれが葉っぱの方に菌が付着して葉っぱで発病したものになりますでこののベト病の菌は 放置しておくと、これ全部が抹茶色になるんですけれども、これ感染力がとても速、えー、いですね。スピードも進行も速いですで。いろいろなところに飛び火します。今これブロック状なんですが、いずれこれがすべてつながって抹茶色になってボロボロと、これも穴が開いてしまったりします。で、型もいろいろあるんですね。まあこんな感じでもう穴が開いているものもあります。 で、これをならないようにあるものを、うん、私は対策をしてきました。その株がこの一株だけですね。こちらの端のところ、どうでしょうか先ほどと違って上から下の方まで株元も綺麗ですね。はい。青々としてます。さて、これは何をやってこのように対策をしたのでしょうかということなんですが、こちらでございます。 有機農産物オーガニック栽培にも使えるこれサンボル銅というものなんですけれども天然成分でできております何でできているのかこれは銅ですね金銀銅と鉱物ですねその銅でできているものというものです、まあ、殺菌剤になりますオーガニック栽培にも使える天然成分です反転細菌病病ベト病の 予防にということでキュウリキャベツ柑橘などに持ち病疫病海洋病などにも使えると小袋になってまりますこれをこちらのスプレーボトルなどに入れて噴霧してシュッシュッシュッと葉っぱにかけてきたんですねこれをやることによってベト病の菌がどこかに感染した,たとしてもここはかけてずっとずっと置いておいたのでここは見事に ね、感染をしておりませんでもベト病というのはすごく感染力が強いのでこれはあくまで予防効果になります、まあ、一応かけておけば心配ないかとは思われるかもしれませんがもうちょっとこれ拡大してみますねこの辺りちょっとプツプツと黄色っぽくなってきてますねあまりにもあちらの方何もしないで育てている、まあ、ベト病の菌がかなり増えてきてしまったために 今かけてあるものだけではちょっと対応ができなくなってしまったということもあるんですね、まあ、かけないとあちらと同じようになってしまったでもかけておくとこのぐらいの程度の被害で済んだということになりますこちらのパッケージにも書いてある通りこれは「予防に」と書いてありますので先ほどの感染したものを治すつまり治療というものはできません とということなので何事も発病をしてからかけるのではなくてちょうど時期的にベト病が発生するなと思われる時期に突入したらもうあらかじめ前もって定期的に噴霧して予防をしておくということですねそれが何よりも肝心です、えー、予防をしたことによってこれを保てるとしなかったらああなってしまうんですよということをちょっとご覧いただければと思ってご紹介させていただきました。 でキュウリは、えー、全てのものに対して、えー、このようになるわけではなくて、えー、このベト病の菌がこの畑にいた場合このキュウリが元気よく出た頃を見計らってでまた時期的に気温と湿度が一致すると。 これ感染、まあ蔓延するわけですよね。だから菌がいなければまあ、感染することもありませんので、何が何でもこう出るというものでもありません。まあここは運悪く菌が多かったということですね。はい。一応これを見ていきましょう。後ろ、使い方、適応作物とか、まあ、今回キュウリで言いますね。まあ、キュウリ、ナス、トマトなどありますけれども、キュウリで適応病害名がベト病、斑点細菌病、希釈倍数、 水で何倍で薄めますかということなんですが300から600倍であるんですけれども私はこれ中間のまあ500倍で薄めて使っておりました。で何回使えるんですかとこちらに使用時期に横線が入ってます。回数が数字で書いてありませんね。まあ、こういったものは何回使用してもいいですよと。ただ何回使用してもいいからといって今日かけたのにまた明日あさってと連続してそのように 期間をあんまり開けずにかけるのもあまり良くありません。葉っぱがちょっと黄色っぽく色が抜けることがあります。私は1週間おきに1回軽く噴霧していたんですね。かけるときはこの葉っぱの表面にかけていた。で裏からもこんなにして裏も全体的に神跡もこれかけてきた。 とととといいうううこここにななりますます、あ、すすれば予防がでできるということですなんかあちら側をあえてやりませんでしたけれどもやっておけばまあこれぐらいで済んだということになります。で次はあちらのように発病してしまって結構拡大しているものに関してはどうすればいいのでしょうか。葉っぱだけを取り除けば大丈夫かなと思われるかもしれませんがもう 葉っぱがあれだけボロボロと穴が開くぐらい感染しているものはその菌は葉っぱだけではなくて鶴の芯先また鶴ですね軸などにも付着してますもちろん目には見えませんそれで治療を今度はしないとどん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 広がってしまいますもし広がった場合なんですけどもそういった時はこれを使うとおすすめです今度は野菜のベト病疫病に これは、えー、ワイドヒッター GF、ワイドヒッターというものなんですがこちらに、はい、先ほどは予防でしたが今度は予防と治療にと治療もできるというものになりますこちらは2つの殺菌成分で雨にも強いそして長く効くその他シロサビ病つるがれ病はかび病にも効きますよと円にも書いてありますねいろいろな野菜にも使えるではキュウリで適応を見ていきましょう はい、作物キュウリ、こちら適応病害名がベト病、カッパン病、うどんこ病、黒ホシ病でなります。希釈倍数は1000から1500倍となっております。今の時期はカッパン、うどんこ、これ全般全般的に出る梅雨の時期になりますので、まあ、1000倍で薄めて、もしあのようなものが出てしまったら、これを1000倍で薄める。えー、でこの希釈したものをスプレーボトルなどに入れていただいて、 これはあらかじめもう入ってます。これをこのような症状が出ているところに、はい、同じようにスプレーしていくんですね。かけていただく。で、上だけではなくて、きちんと下からもかけましょう。そしてこのツルにも菌が付着してますので、かけていただく。 このようにして対応していただければ、これで治療もできるということです、まあ。つまりこれで感染を拡大させないという働きがありますので、このようにして対応されてみてはいかがでしょうか。本当にこのベト病というものは、えー、怖いものなので、えー、これは気をつけるようにしてください。キュウリ、このベト病というものはすごい数が種類があります。キュウリにつくベト病とか、メロンにつくベト病、スイカにつくベト病と、まあ、それぞれいろいろ種類があるんですね。 あとあまりにもひどい全体がもう茶色すぎるというものは適用した方がいいですで新しく青々としている葉っぱこちらの方が大きく展開するしますので、まあ、あまりにもひどい時はハサミなどを使ってきれいに洗浄したもので切ってそれで葉っぱを取り除く作業適用というものをやっているようにして対策をしてみてくださいどうでしょうかこちらの方は 先ほどの、えー、使って、えー、防除してきた予防してきたんですけれどもこちらがあまりにも感染してきたのでだんだんこちらに進行してきていますねこのようにしてええベト病というものは結構感染力が強いので今の時期注意してくださいそしてこの広がる時期ベト病なんですけれどもキュウリに関しては ハウスではなくてこの外で栽培をしているロジ地栽培という栽培方法でやられている方、まあ、家庭菜の方はもうこれが一般的ですよね。ねこれ何,何月頃に発病するんでしょうかということなんですが時期的に季節的に言うとうん昔に比べると、えー、ゴールデンウィーク過ぎ頃からも発症します。えー、発病というかこう菌が蔓延します、まあ、それだけ 春先からま初夏にかけてこう気温がだいぶ上がってきているんですね。まあ、ベトそれがもうゴールデンウィーク5月の連休頃からえちょうど梅雨がピークですねちょうど今頃が最盛期ベト病がたくさん出る時期一番好む湿度と 気温がだいたい今頃の梅雨の時期が好むような時期になります。で、これが梅雨が明けて、梅雨が明けて今度一気に暑くなりますよね。で、雨もあまり降らないえ。そうなってくるとベトベオは面白いようにピタッと止まります。ただ菌が付着しているともちろんそのまま進行しますけれども、この程度の緑色を保っていれば、これ以上もう何もしなくてもベトベオは8月頃の高温期は、 それほど目立ちません。で、もう一回ベト病というものは、えー、シーズンが来ます。つまり1年で2回ですねゴールデンウィークは7月ごろで8月は1回終わるで9月の中下旬ごろからまた今の梅雨の時期に似たような気温と湿度の時期になりますよね、えー、秋ごろになってくると梅雨の時期のような、えー、似たようなまあそのような時期になってくるともう一回発症します。 で10月の上旬ぐらい、まあ、過ぎて中旬ぐらいになるとまたベト病というものは収まるんですねつまりその時期をある程度覚えておけば大体いいこの時期になってくると出てくるからということで、えー、こちらの治療とかではなくて、まあ、何事も予防なのでこの予防天然成分で由来でできている、まあ、銅ですよね銅を吹きかけておくことによって まあ、予防をしているわけですからこの菌が付着したとしてもそれが満員延しないということなんで何事もタイミングだということで、まあ、その梅雨の時期に入りそうだなとその前もってやっておくということを今すごく病気ベト病が入って困っていらっしゃる方いましたら、まあ、次の例えば秋柵、うん、秋きゅうりとかこれからお盆前後に苗を植えたりする方もいらっしゃると思いますが。 ぜひその頃にはも発症する病気なのでその時にはやってみてはいかがでしょうか他にもいろいろな対策として方法はありますけれどもまずやっぱり葉っぱをみ合わさないことですねあまりにも茂らせてしまうとやっぱ風の通りが悪くなってしまいますので空気がここら辺でカビの胞子が浮遊して風でどっかに飛ばされてしまえばいいんですけれどもいつまでも湿っているとやっぱこの中濡れ込んでしまって。 下の方かかららどんどんんベト病も下下のの方方出やすすいで,す、えー、ですか下の方は私このようにえー覗くとご覧のように葉っぱがほとんどなくてあちらが透けてますよね、まあ、このようにして透いてあげて葉っぱを茂らせるのは膝より上ぐらいから葉っぱをこんな感じで伸ばしておくということです、はい、では今日はきゅうりのベト病についてご紹介をさせていただきました。今日の動画がいいとと方は高評価ボタンと チャンネル登録をよろしくお願いいたしますいつもご視聴いただきありがとうございますまたよろしくお願いいたします